きまして3問目、子供ドラゴンについての問題です。さあ出たね。子供ドラゴンのギターゆめさん、そのゆめさんがずっと行きたいと思っている海外の国は。わかんねえ。はいどうぞ。スウェーデン。あーないです。はい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 、ニューヨーク。見てたアメリカ。あ、アメリカなんだ。アメリカですね。ちなみにひよりさんなんて答えは。ドイツかなと思って。ちなみに夢はなぜアメリカに行きたいの。なんか大きいじゃないですか。何を言ったの。ロシアロシアね。次の問題は、ベイビー東大さんが中学生時代影響された憧れのアーティストは。いいですか。はい、ピエロ。あー、ベスが、ベスが、ベスが聞こう。ゆめさんも押すな、なしって言え。押す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 。答え。キリトさん。うわからの問題です。子供ドラゴンが BP 所属前に回った気流の OA を務めたスタータイトルは。ぶっ飛ばせ。ブーブー押せ、ブーブー。初めてあったやん。なんか初めての感覚になって。今のないです。ぶっ飛ばせ47みたいな。だから所属前に、所属前回った OA の気流の OA の、ツアータイトル。ツアータイトル、あ、いいけんで。よし、よし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 。次の問題はロイズからの問題。どれ。クンヤさんがずっとバムバムクリーン。バムバムクリーンじゃ。クンヤさんがずっとハマっている最悪だ。ゲームをお答えください。ベイビーキングダム。サマーダンスボー。何それ。いや、引っ張ってみたかった。うわうわうわ、取ったぞ。優勝者はベイビーキングダムですが、この後は罰ゲームを決める戦いになります。子供ドラゴンのファンクラブの名前は。ハヤトさんです。子供会。まあ、2人とも答えられない可能性はありますが、選手代表、大森の誕生日は。あれなんだっけ。やば。オッケー、押しとけ。はい、どうぞ。参ります。5月の、はい、あ、ヒント。ごめん。18。あれ、いいよ。これ5月の14。続けるよ、これ。5月の19。あれ。あ、じゃあシンプルに5月10日。ヒントを出すと近づいてきます。5月の12日ですね。さっきの近づいてきます。言ってないやつだ。5月の11。あれ、あれ、あ、さかのぼる。5月の9日。一番苦手なものは何でしょうか。ベイビーキングダム。雷。はあ、そう。違う。治った治った。やば。もう違う。もう違う。なんだっけ今。俺が一番苦手。だからさっきからちょっと編集しづらいと思う。次は田村さんだ。